どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今年もやってきました、ワールドオブタンクス、年間最大のボーナスイベントが。今回もね、3年連続となります、このガチャ箱開封の儀を、取り行いたいと思います。ありがたいことに、今年も3人のフレンドから、この課金ボックスをいただきまして。みんな本当に、ありがとうございます。まずはおなじみ、山田さんからいただきました、ガチャ箱を11箱、開封していきたいと思います。このボックスは、ワールドオブタンクスのプレミアムショップで購入が可能な、ギフトボックスになります。中身は必ず、ゴールドと、この1ヶ月のイベントで使えるツリーの飾り付け、さらには1つ、プレミアムアカウントかゴールド、クレジット。運が良ければ限定の課金戦車が手に入るんですよね。でだ。最初のボックスは、750ゴールド。悪くない。手株なんで嬉しいやつだ。おろ?なんか演出入ったー。あ、これ 3D スタイルってやつだな。これは何の車両だ?持っていない。てか開発すらしていない車両だったわ。ちょっと寂しい。後部難にさ、ゴールドとかクレジットくれるだけで嬉しいんだけどね。持っていない車両の 3D スタイルって、リアクション取りづらいよね。それと 3D スタイルとかなんちゃらスタイルとか言っていると、なんだか呼ばれた気がしてしまうスタイルさんなのでした。これ最近私生活でもあるんだよね。なんちゃらスタイルとか聞くと、あれ?呼ばれたか?なんて錯覚することがある。もちろんネット世界以外では、私はスタイルさんではないのだがね。お、50万クレジット。いいぞ、こういうのが無難でいいぞ。スタイルさんってね、オンラインゲームで呼ばれることがもう日常だからさ。オフラインな関係でもさ、スタイルって単語に敏感になるのよね。もっと普段聞かない言葉を名前にすればよかったかしら。お、プレアカ3日間。プレアカも嬉しいんだけどさ。この師走の時期って、毎年忙しくて、結構ここでプレアカもらっても、無駄にしちゃうことが多いのよね。昨年も言った気がするけど、プレアカは任意のタイミングでアクティベートできる感じの、24時間のリザーブみたいになったら嬉しいんだけどね。まあ、そうなるともうアカウントなのかどうかは怪しいんだけどさ。ってだからって、10万クレジットは寂しくないかい?これうまくやりくりすれば、プレアカで一試合で稼げる額だぞ。これは一番外れ箱な気がするよね。ならまだ3日間のプレアカ、これの方がいいよな。まあ3日間なんて、やらないことの方が多いから、無駄になっちゃいそうでもあるんだけどね。って思ってたら、ダメ押しの3日間延長。6日間だったら、やらんこともないか?最近は週1のペースで遊んでいるから、1日は遊べそうな感じ。だから、これは寂しいってのよ。まあデコレーションがメインってことで、目をつむるか。昨年のホリデー作戦で稼いだクレジットで、今年1年楽しめた感じがするしな。欲しい拡張パーツもあるし、クレジットはまだまだ欲しいのは本音だしね。これもパンチの弱い中身だな。てか早い、もうあと1箱か?全然お目当てな感じの中身ではないのだが。うん、いい中身だよ。でもこれじゃないんだ。ごめん山田さん、山田さんからのご好意を、生かしきることができなかったよ。今回はついてなかったなぁ。というわけでおかわり入りまーす。今度は25箱開封しますぜ。許可をいただいていないので名前は明かせませんが、お世話になっているフレンドさんからの、誕生日プレゼントのお返しでいただきました。こちらのフレンドにも、いつもワールドオブタンクスの新しい情報をたくさん教わったりと、私の動画作りの上で、大変お世話になっているフレンドです。ほんと私の動画は、いろいろな方の温かいご支援で成り立っているんですよね。いつも本当にありがとね。でさっき環境音とかが切れていたので、設定変えてきました。だから BGM はなしでいきますね。おろ?またエフェクト入ったぞ。あ、これは戦車だ。課金戦車ったISU152系。 すごいじゃんよ、昨年の SU130PM に続いて、2年連続ソ連駆逐戦車が出てきちゃったよ。これ今後、どっちに乗車するのか悩むやつだな。ISU152 に乗らなくなって久しいし、
久しぶりにロマンをお届けできる機会が増えるかも。いや嬉しいわー。私の動画では、結構課金戦車の登場回数って多いと思うんだけどさ。こういういただき物がほとんどだったりするのよね。ほんと貴重なネタの提供をいただけていると言いますか。みんなのご厚意がいつも温かくて、改めて振り返ると、泣けてくるぜ。そして昨年は、私は課金せず、いただき物のギフト開封だけで、ホリデー作戦の開封の儀は終わってしまったんだけど。ここで出てくるゴールドをね、大切に大切に切り崩してきまして。今年は全く課金せずに、ゴールドをやりくりできたんですよね。ありがたき幸せ。今年くらい、少しはお布施しようかなー。どうしよっかなー。でももう十分幸せなのですがね。感謝感謝ですよ。毎年この時期になると、身の回りの人に感謝の気持ちでいっぱいになるのよね。もちろん、ワールドオブタンクスでの関係以外での付き合いでもね。これが無難に嬉しい組み合わせだな。ただよく言えば、このイベントから新しく追加されている車両、3種類のうちの1つくらい欲しかったり。もちろん自分でお布施して手に入れているわけではないので、よく言えばのお話なのですがね。特にイギリスの駆逐戦車には、英国好きとして乗ってみたかったり、イタリアの重戦車も気になるし、ギアは下がっちゃうけど、フランスのキメラナシャーマン、あれも気になっている。ISU152系も気になっていたから、すごく嬉しいんだけどね。やっぱ調子に乗ってくると、欲張り始めちゃうよね。人間だもの。残り15箱を。一番リアクションが取れないやつ。まあ、こういうがっかりめな中身があるから、当たりを引いた時の喜びが大きくなるんだよね。これがガチャの醍醐味なんだと思うんだよ。ハズレも大事なスパイスですよ。ってなんだ？あ、マチルダ・ブラック・プリンスか。君、昔から何度も何度も戦場で出会ってて、なんともノスタルジックな車両だなぁと眺めてはいたけど、ついに私のガレージに来るとは思わなかったよ。英国好きとは言ったけど、何でもいいわけではないのだが。ま、でもスタイルさんは、断捨離が苦手なもったいない強の信者だからね。きっと乗らないにしても、手放すことはないんだろうけど、乗る機会あるかしら。手またテイケア車両来たか。パンツァー T15? ティア3だと？知らない子だなぁ。もしくは全然気にしてなかった子だ。ティア3に全然乗らないかと言ったら、実はそんなことなくて。よくオーストラリアのサーバーでテイケア乗ってたりするんだよね。息抜きにさ。あっちだとなかなかマッチングしないから、公式のボットプレイヤーと当たることが多くてさ。たまにこう、何も考えずにいじめてたりします。その巻き添えになっている初心者の皆様、ごめんなさい。だけどみんな初心者の頃はある、頑張って荒波に揉まれるんだ。私も昔そうだったしねー。初心者狩りができるようになってようやくこのゲームは一人前、勉強と精進に励むのだ。なんちゃってね。おろ？ 7日間のプレアかなんてのもあったのか、これは割と個人的あたりかも。さっきも言ったけど、ブランク開かないように、最低週1で、少しでもログインできるように、忙しい時期でも心がけているんだけどね。7日間を保証されれば、1日くらいしっかりプレアかで遊べそう。まあ7分の1日しかプレアカが活かされないというのも、悲しい話ではあるのだが、社会人なんてみんなそんなものよね。せめてこのホリデー作戦、別の時期で開催してほしいな。でもいつだったら嬉しいんだ？時間あるんだ？考えるのをやめにしようか。いやほんと偉い勢いでゴールドが溜まりますねー。これを少しずつ溶かして、来年も課金せずに過ごせるかなー。大切にしよっと。ゴールドが続きますねー。これほんと、無難で嬉しいんだよねー。こんだけ開封すれば、ツリーのデコレーションも、お祭り気分最大になるくらいには溜まったかな？さああと5箱ですよ。お、T78、これティア6の車両だったよね。チャーフィーにジャクソンの頭くっつけた駆逐戦車だったはず。これはちょっと気になってた車両ではあったのよね。これは気軽に乗れそうだなぁ。後ですぐに乗車してみよ。後日乗り出し初戦の動画を投稿しますね。お楽しみに。この25箱はもうすでに当たり箱だったなぁ。
結構ネタも資源も潤った感じ。今年の年末も、本当に幸せな気持ちになれたなぁ。山田さんからの箱を生かしきれなかったのは、私の運のなさゆえだけど。でも私、結構普段は運がいい方なんですよね。私の幸運エピソードって、結構多いんだけど。あれもこれもって話しているほど時間はないから、いつか雑談会で話せたらいいな。お、ここに来てまた何かが。これ、マウスの 3D スタイルか？どえらいの乗せるやないのよ、すげえビジュアルの 3D スタイルだなぁ。マウスだったら、まだティア9の研究までは済んでいるから、全く無駄にはならなそうだけど。乗るか？乗ることあるか？いつかかなり強化された時に興味持ったけど、弱体化されてちょっと興味が薄れているのよね。これきっかけで開発再開しようかな。悩ましい。あと2箱、いよいよ大詰めになってきました。大シンプル、ごちゃつきなしでまとまってやがる。それでは長かった開封の儀も、これで最後だぜ。最後に7日かーん、悪くない、いい感じで終わったな。とはいえ、お目当てだった産業には巡り合えず、満足は言ったけどね。これは自分でお布施しろってことかな？あまり沼には足を踏み入れたくはないんだけどねー。まあもしまた気が変わって、沼に片足入れることがあれば、また動画でお届けしますね。以上、最後までご視聴、ありがとうございましたー。最後は7日間のプレアカだったよ。俺最高3日だった。ゴールドはいっぱいもらったよ。なんかゴールド1万6000もあるから。さて、3箱から目当ての車両来るかしら。元気で、ない、少ない、少ない。山田さんよりはって話だけどね。少ない。まあ、ゴールドは無難だわな。イエーイ。2箱目あ、来たこれ、キメラナシャーマン、M4A1FL10、これよこれ、これ狙ってた車両の一つなんよ。すげえな、3箱で出てきたか。いやマジありがとう。36箱では出なかった、また違った喜びだわさ。最後はプレアカ3日だね。でも嬉しいわ、3箱でも最高に幸せ。ありがとうクリオス。GSOR すげえ、なんか子供のペンキみたいな色にしてやる。